メレメレ島のポケモンシリーズ5つ目だよ。5つ目はアシマリとラプラス。ラプラスとアシマリだよ。それじゃあ開けてどんな感じなのか見ていってみようね。よし、中からはこんな感じ、こんな感じで出てきたよ。それじゃあ袋から出して見ていってみようね。まずは、あ、ラプラス、ラプラスの方から見ていってみようかな。ラプラスはこんな感じ。コロコロ転がして遊ぶことができるのかな？首が動いてるのがわかるかな？そして、足まりが、よいしょ。出てきたね。よし。足まりが、よいしょ、出てきた。足まりだよ。こんな感じ。とってもちっちゃいね。そして、ラプラスのこの背中のところに乗せて、こうやって遊ぶことができる。そして、ラプラスがこう動くと、こうやって首が前に、後ろに動いているんだよね。とってもかわいいね。それじゃあ、最後にこの5つを全部組み立てていってみようかな。まずはこれとこれかな。これとこれをこう組み合わせていけるんだと思うんだけど、よいしょ、カシャーンといくかな。あ、カシャーンとなったね。カシャーンとなって、裏側はこんな感じ、そして表側はこんな感じだよ。そしてこの上のところにこのピカチュウの塔が乗っかって、よいしょ、これでカシャンってならないかな。うまくはめるとなると思うんだけどな。あ、これでハマったよ。こんな感じ、こんな感じでポケモンスクールが完成。そしてポケモンスクールの外にこのナッシーとラプラスがいるんだね。それじゃあこれを動かしてみようかな。動かしてみるとどうなるんだろう。こう上に、おっとっと、あ、これはこう連動してるんだね。ここを上に下に動かすと、ピカチュウが動いてるし、このリザードンの部品も動いてる。これも上下に動いてるんだね。すごい。三つ同時に動いてる。こんな感じで遊ぶことができるよ。そして、ここだね。ここが滑り台になっていて、よし、足まりに滑り降りてもらおうかな。よし、スーッと、とっても楽しい滑り台もついてるし、ここにまた、よいしょ、乗ってもらって、よいしょ、あっとっとっと、大丈夫かな？大丈夫かな？大丈夫だったかな？よいしょ。乗ってもらって、シーソーみたいに、右に左に動いて、こんな感じで遊ぶこともできるんだね。メレメレ島のポケモンスクール、楽しかったかな？チャンネル登録して、次の動画でも遊ぼうねー。